じゃあ、みんな気をつけて。うん、また明日。あ、明日は練習お休みにするんだったね。タイガのやつと思い切りやり合ったんだろう。無茶した分、しっかり喉を休めておけよ。そうします。それでは失礼します。またね、アンちゃん。みんなで這い上がらなくちゃ。ほれ、コーヒー入ったぞ。うん、ありがとう。紅茶じゃなくてよかったのか。今日はこっちの気分だったの。はあ、おいしい。悪いな、急に呼んだりして。母さん？あ、そうかな。どうしたの？お店に来るなんて珍しいじゃん。さんもやっぱり知ってたんだ。いいよ、なんで黙ってたのか父さんから聞いた。ナギさんの思いも。私信じてるんだ。次の世代が本当にいるなら、その中の一人は絶対に絶対にアンだって。だから、大丈夫。え？娘だと、ちゃんと保護者しなくちゃいけなくなるでしょ？けど、あんたは、そういうんじゃない方がいいと思うんだよね。友達とか仲間とか一緒に悪いことする兄弟分みたいな。この街を愛する者同士、同じ場所に立って同じ景色を見ていたいっていう気持ちもあるからさ。あんたなら同じ景色が見られる気がするんだよね。ナギさん。姉妹って年離れすぎてるし、さすがに無理があるでしょ。ずれないこと言わないでよ。じゃんけんで私に勝ったら倍にしてあげちゃうよ。もう引っかからないもんね。
思う存分泣いてやってくれ。俺たちの